アジトの様子はどうだった？悪い奴らでいっぱい。悪い奴、いっぱい。メロは黙ってて、あいつらに見つかっちゃうでしょ。まず見張りを何とかしなきゃ。できれば誰にも気づかれずに。博士が言ってたよ、一番いいのは頭を狙ってバーンだって。狙って頭、痛い痛いです。人たちがパトロールしてるよ。あ、熱気球、あそこに。お客様、私すごいもの見つけちゃった。あそこに紫の夢見花があるでしょ。あの実には大量の催眠ガスが含まれてるの。衝撃を受けるとそのガスが外に飛び出すんだ。お客様があの実をアジトの真ん中に投げ込めば、悪い奴らはみんな眠くなる。そしたらすぐに熱気球を取り返せるよ。あの実ってそんなにすごいの？うん、私がどこに投げ込めばいいか印をつけてあげる。お客様は自分がガスを吸い込まないように気をつけてね。円の中に置けばいいよ。成功よ。お客様、来て来て。奴ら、みんな寝ちゃった。
熱気球飛びます。メロ、ハンナ、お客様飛びます。ダメダメ、ここからは飛ばせないよ。あいつらが物音で起きちゃうかもしれないでしょ。そしたら危険だって。熱気球を安全な場所に運ばないと。そうだな、見て、あそこに車がある。あれで熱気球を運ぼう。お客様は車をここまで持ってきて、私とメロは熱気球を片付けておくね。熱気球は片付けたから車に入れちゃってよ。出発。それで誰が運転するの？もちろんハンナよ。あたしちゃんとやれるから安心して。ハンナ、重いです。メロのバカ、女の子を重いだなんて。だって重いです。バカメロ、動かないでよ、車がひっくり返るわ。ケイトストーも久しぶりに大にぎわいね。お客様ってどんな人たち？遠くから見ただけだからよくわかんない。メロも見た？お客様、大きい人、大きい大きい人です。もうメロのバカ。お客様、急いで島に戻りましょう。ここに来たのは初めて？初めて、初めてです。メロの話し方はなんというか面白いわね。メロの言語システムはアップグレードされていないの。つまりバカってこと。メロ、バカ、違います。バカバカバカ、ふん。メロはほっといて。お客様、ハンナが案内するわ。島は楽しいよ。
こそ。ようこそ、ようこそです。お客様、私が島を案内しましょうか。案内しましょう、しましょう。先に博士に会わせてくれる？大事な用があるの。いいよ、私が博士のところに連れてってあげる。メロは一人で遊んでて。メロ、メロ。博士はスケジュールがいっぱいで今どこにいるかわからないわ。博士は忙しいの？最近お客さんがよく来るからそれで忙しくなったの。あ、いたわ、博士はあそこよ。ハンナ、おかえり。ずいぶん遅かったわね。ねえ博士、私とメロ悪い奴らに捕まってもうちょっとで帰れなくなるところだったの。え、悪い奴ら？レインコール島の奴らのこと？違うよ、レインコール島に近づくなっていう言いつけはちゃんと守ってるもん。違う悪い奴ら。また面倒に巻き込まれないといいけど。このお客様のおかげで私たち戻ってこられたんだよ。お客様が博士に用があるって言うから連れてきてあげたの。へえ、あなた誰？ああ、ハガードの。やっぱり面倒なことになった。へえ、なるほど。あなたもアストロナジーが欲しいのね。ええ、ハンナから聞いたでしょ。この島に私を訪ねてきたのはあなただけじゃないって。でもあなたとあの人たち相性が悪そうね。それはどんな人たちなんですか？アイダの子よ。はいはい、先に言っておくけど、ここで揉め事を起こしたら承知しないから。わかりました、ルールは守ります。だからそいつらに会わせてくれませんか？まあいいけど。でもそうね、物を壊したらきっちり弁償してもらうわよ。私の言い値でね。ハンナ、お客様を案内してあげて。あなたもここを見つけるとは。なんでここに？こんなことになるならカレードのところであなたを始末しておけばよかった。お客様方、ここで喧嘩はダメ。みんな仲良く仲良く。よかろう。客人たるもの、他人様の土地ではルールを守るのが務め。ジークはどこにいるの？ジークは博士と大事な話をしてる。でもあなたには会いたくないでしょうから、せいぜい一人で頑張りなさい。それはどうも。お客様たち、どうしてそんなにツンケンしてるの？でも私思うの、みんな仲良く協力し合えばどんな困難も乗り越えられるって。そうじゃない？博士が言ってた、消えていいのはすっごくすっごく悪い人だけだって。でも私、あなたももう一人のお客様もいい人だって思うよ。わはは、私に知らないこともあるからかな。行こうか、博士のところに連れてってあげる。お客様、早く。あら、はぐれちゃったのかな。あれはジーク。
あらあら、邪魔が入ったわ。やっぱり来たか。みんながあなたとシャーリーを心配しています。俺にはやらなきゃならないことがある。シャーリーのためでしょ。アイダの子がシャーリーを救ってくれるとでも思ってるの？お前に何がわかる。俺もお前も一方の主張を信じているだけだろう。博士、実験はいつから始められますか？今？では、今すぐ始めましょう。あら、ごめんなさい。どうやら実験は延期するしかないようね。延期だって？博士、シャーリーは大丈夫ですよね？妹さんはかなりのレアケースね。今までこんな状態で生きながらえている個体は見たことがない。あのサイボーグのお友達、妹さんに何をしたのかしら。技術はすごいけど、ひどく無謀ね。彼女たちは禁じ手を使って体内の変異反応を強引に抑え込んだ。妹さんを救いたいならその禁じ手を解かなければならない。でも禁じ手を解けばシャーリーの変異反応が進んでしまうのでは？そのリスクはある。でも禁じ手を解かなければ変異から回復する手立てすら見つけられない。ただし失敗すれば状況は悪化の一途をたどることになる。改めて実験全体に必要なエナジーの量を計算してみた。簡潔に言って手元にある量だけではとても足りない。あとどのくらい必要なのです？多ければ多いほど。言っておくけど、これはビジネスよ。私にあなたたちを助ける義務はない。彼女を救いたいならあなたが全力を尽くしなさい。わかりました。俺が何とかします。ジーク、出してちょうだい。お願い、力になるから。さあ、ジーク。よし、静かに、はい、バリアの制御装置はここよ。ああ、ちょうどあなたを探していたところよ。あなたたちの関係はちょっと複雑みたいね。ジークが救おうとしているこの子はあなたの友達？はい。シャーリーは今元気なんですか？そうね、なんとか命をつないでる。でも人格や意識は彼女の奥深くで眠ってて、どんどん呼び覚ますのが難しくなってる。エナジーが人工神経のつなぎ目に行き渡らなければこの子が目覚めることは二度とないと思ってちょうだい。私に手伝えることはありますか？あなたは強いってハンナが言ってたわ。ちょうどあなたにぴったりの仕事がある。ついこの間ラベンジャーにとっても貴重な設備を盗まれたの。
あれがないとシャーリーの病状が安定しない。でもうちのおチビちゃんたちには取り戻せない。そこであなたの出番ってわけ。そのラベンジャーはどこ？やつらは下のレインコール島に隠れてる。とある事情で、いいえ、技術的な要因で一時的にそこに足止めされてるの。位置情報はハンナに伝えておく。あの子が敵の発見に協力してくれるはずよ。あとはどうすればいいかわかるわよね？よかった、お客様遅かったね。体は大丈夫？お怪我はありませんか？もう喧嘩しても手は出しちゃダメ。私あの人たち嫌い。中で何があったのですか？ミアはシャーリーのことが心配です。博士がシャーリーを覚醒させようとしたところで問題が起きたの。ハンナ、博士からレインコール島のことは聞いた。